カーチス NC-4 飛行艇飛行の工艇 NC-4 はカーチスがアメリカ海軍のため開発及び生産した計10機の飛行艇カーチス NC 中の1機である。1919年5月に途中何度か着水しながら19日をかけて大西洋を横断し最初の大西洋横断飛行に成功した。 第一次世界大戦中に連合軍の船舶がドイツの潜水艦に脅かされたことから計画は始まった。自力でアメリカからヨーロッパに飛行できる機体が求められ、それがこのカーチス NC である。当時としては超大型機で終身区画や無線設備もあった。戦争終了までに完成しなかったが、アメリカ海軍は大西洋横断飛行を行うことを決定した。 1919年5月8日、NC-4 は2機の飛行艇 NC-1、NC-3 と共に飛行を開始した。ニューヨークのロングアイランドを出発し、ニューファンドランドに到着、5月16日アゾレスト1 5時間後に到着した。悪天候のため NC-1 と NC-3 はここで断念したが、 NC-4 は補給の後に推し5月27日にポルトガルのリスボンに到着した。NC-4 の搭乗員は指揮官及び広報士、アルバートリード中尉操縦士、ウォルター・ヒントン、エルマー・ストーン、機関士ジェームス・ブリース、有限ロード、通信士、ハーバート・ロットの6名であった。1929年2月9日、搭乗員には、 議会名誉をご賞が授与された。出典、諸言性能武装。ありがとうございます。